仲間、縄張りからの追放はいつの世も、そしてどんな動物にとっても悲しく辛いものです。ライオンも同じです。ライオンたちは厳しい野生の世界を生き延びるために主に家族からなるプライドで生活をしています。プライドは1頭から3頭までの大人のオスと数頭の大人のメスとその子供たちから構成されます。一つのプライドの頭数は30から40頭に達することがあります。より強いオスライオンがプライドに来てそれまでのリーダーを追い出すと、新しいリーダーはすでにいる子供たちを殺し、メスに改めて自分の子供を産ませます。幸いにも父親ライオンがこのように追放されなければ、子供たちはプライド内のメスたちに囲まれて成長することができます。ライオンの赤ちゃんは生後2週間ほどで目を開きます。4週間が経つ頃には走れるようになり、生後3ヶ月ほどで初めての狩りを経験します。とはいえ子供たちはまだまだ母親なしでは生きてゆけず、プライドの中で暮らします。しかしやがて成長し独立の時を迎えます。つまりライオンがプライドから離れるのはリーダーの座を追われたオスだけではなく、プライド内で育ったオスも大人になったらそこから追い出されてしまいます。オスの子ライオンが大人になると、プライド内の年長のオスたちはすぐさま子供たちを追い払ってしまいます。そして母親も我が子をかばおうともしません。むしろ自ら成長した子供を追い出します。これはプライド内のオスの役割を考えると至極当然です。我が子であったとしてもオスはリーダーの座を脅かします。プライド内のメスたちは皆親戚関係にあるため、成長したオスがここに残ると近親交配が起こります。こうした理由で繁殖可能になったオスは生まれ育ったプライドを後にし旅に出るのです。しかしその光景はかなり悲しいものです。母親ライオンはうなり声を上げて息子ライオンに噛みつき、さらに他のメスライオンたちも加勢します。置き去りにされた子ライオンはプライドを追いかけようとしますが、メスライオンたちが威嚇します。日が暮れる頃には子ライオンはもうプライドには戻れないことを悟ります。想像してみてください。あなたは家族と幸せに暮らしていました。中学か高校ぐらいの年で両親が突然出て行きなさいというのです。人間でもライオンでも多くの場合、親戚や両親が考え直してくれることをただ祈るばかりでしょう。プライドの主なメンバーはメスライオンたちです。かなり珍しいケースとして1頭のメスライオンが子供たちと一緒にプライドから独立することもあります。しかしこれは大きなリスクです。たった1頭で狩りをして同時に子供たちを守らねばなりません。子持ちのシングルマザーの生活の場がサバンナであれば大変さはそれ以上です。しかしメスライオンはいつでも元のプライドに戻ることができます。というのもライオンのプライドはメスたちの働きで保たれているからです。オスの仕事は繁殖と縄張りの見張りくらいですが、メスは狩りをし育児をし縄張りの見張りもしています。ではプライドを追われたオスライオンはその後どうするのでしょう。なんとか生き延びるしかないのです。そして一歩進むごとに自分の足が誰の縄張りに入っているかを注意して見ていなければなりません。不用意に誰かの縄張りに足を踏み入れると命に関わる問題になります。このような小競り合いで小さな傷を負うことも単独生活のオスライオンにとっては命取りになりかねません。基本的に食べ物を得ること自体がかなり困難だからです。近辺の土地は通常すでに様々なプライドに抑えられているため、どこで何を狩ればよいかもなかなか分かりません。残る選択肢は2つです。周囲にライオンの住んでいない遠くの場所まで移動するか、腐肉を食べるかです。例えばライオンがやっと誰の縄張りでもない場所にたどり着き、そこでヌーやバッファローの群れを見たとしましょう。ついに食事のチャンス到来でしょうか。これも違います。そこからもさっさと引き上げるべきです。実はライオンは
単独で大きな獲物を狩ることはできません。特に足が速いわけでも長時間の追跡ができるわけでもなく、できるのはこっそり接近して突然襲いかかることくらいです。しかし狩りに慣れていない若いオスライオンの一撃では巨体の水牛に大きなダメージを与えることなど不可能です。しかも近くに群れがいたりすればなおさらです。プライドの仲間と一緒であればイボイノシシだって簡単に捕まえることができます。しかし単独のライオンであればイノシシにスタミナ負けしてしまいます。せいぜいできるのは穴にいるイボイノシシを掘り出すことくらいかもしれません。イボイノシシを巣穴から掘り出すのに一番の季節は土が柔らかく湿っている雨季です。しかしイボイノシシもライオンに見つからないよう工夫を凝らします。穴に入る前はライオンがついてこられないような長距離を高速で走ります。さらに穴から出るときにはのんびりと振り返ったりせず、いきなりアクセル全開で駆け出すのです。プライドを追われた若いライオンが自分のプライドを手に入れるためにはすでにリーダーを務めているライオンを倒さねばなりません。しかし食べ物に苦労している痩せたライオンに勝ち目はあるのでしょうか。時にプライドを離れたライオンたちは自身のプライドを得て生き残るために団結することがあります。これは同時に同じプライドを出た兄弟やいとこ同士であることが多いです。あるいはプライドを乗っ取られたかつてのリーダーであることもあります。そのようなオスは若いライオンたちにとってはある意味師匠のような役割を果たします。そしてうまくいけばプライド獲得の瞬間がやってきます。しかしオスにとっての問題はこの戦いが生涯続くということです。油断をすればすぐに他のオスライオンが現れ追い出されてしまいます。力の強い相手に出くわすと、しかも相手が複数で襲ってくればもう出て行く他に道はありません。また年老いたライオンがプライドから追われればもうそれは死と同じことです。プライド内での関係について言うと、ほとんど上下関係のようなものはありません。小さな獲物を捕まえた場合には最初に食べるのはオスです。ほとんどの場合子供たちもオスと一緒に食べることが許されます。メスのライオンたちは完全に平等な関係で、授乳中のメスライオンは他のメスの子供にもミルクを分け与えます。狩りの際にはメスライオンたちは絶妙なチームワークを発揮します。体重1トン以上もある大きな動物をライオンが狩ることができるのもまさにそのためです。メスライオンが年を取ったり病気になったりするとプライドは団結してその弱ったメスを守ります。また負傷して狩りに参加できなくともそのメスライオンは他の仲間と一緒に食事に参加します。とても興味深い自然の掟ではないでしょうか。ライオンたちの家族のこのような決まりについて皆さんはいかが思われましたか。今回はここまでです。ぜひご意見やご感想をコメントにお書きください。またこのビデオが気に入ったらいいねを押してぜひシェアしてください。ではまた次回お会いしましょう。